平成もすでに30年を迎えているわけですが、その一つ前の時代である昭和はもうかなり昔の話になりますね。およそ30年の間に様々な文化や技術が発達してきました。それと同時に皆さんの常識や習慣もかなり変化してきたのではないでしょうか。当時のアイテム、風景を見たり流行っていた歌を聴いたりするだけで当時の自分の姿が蘇る。しみじみと思い出に浸る。ノスタルジックな時間。忙しい現代を生きる中で、たまにはそんな時間を過ごすのもいいものではないでしょうか。そこで今回は、特にアラフォー、アラフィフ世代にはたまらない昭和あるあるや、懐かしいグッズを集めてみました。昭和の頃には当たり前だったことがヤバすぎる。アラフォーアラフィフ世代にはたまらないことまとめ、パート18。日本に携帯電話が普及したのは平成元年から5年頃。それ以前は、一部のお金持ちだけが肩から下げる大きな携帯電話を持っていました。当時は保証金も高く、携帯電話料金は5万から30万と今では考えられないほど高額でした。もうすっかり見る機会もなくなった500円紙幣は、B 券と C 券の2種類がありました。肖像はどちらも岩倉具視。平成6年に支払いが停止され、以後は昭和57年に登場した500円硬貨がその代わりを担っています。バイクに乗車する際のヘルメット着用義務は、1965年から始まったものです。1965年に高速道路でのヘルメット着用努力義務が規定され、1972年には最高速度規制が時速40キロを超える道路でのヘルメット着用が義務化されました。しかし、当時はヘルメットをかぶらず走行しても罰則はなく、注意で済むという緩さっぷりでした。タバコの値段は現在の半額以下。こうして見ると2010年の値上げがいかに急激なものだったかわかりますね。参考にセブンスターの価格の推移を記載しています。重厚な木枠のテレビ。昭和50年代は木枠のウッディーなテレビが主流でした。リモコンはないので、テレビの前まで行ってガチャガチャとチャンネルを変えていましたね。幼稚園児が一人で通園。今では考えられませんが、昭和時代には3歳頃から一人で通園している幼児はたくさんいました。2歳くらいから外で子供だけで遊んでいる光景も当たり前でしたね。汲み取り式便所。通称ボットン便所。現在でも汲み取り式は存在していますが、もうほとんど見かけなくなりました。怪奇特集。あなたの知らない世界は、日本テレビ系のお昼のワイドショーで、一般視聴者らが体験した恐怖、心霊体験を再現ドラマや取材などを交えて検証した人気コーナー。1997年の夏休みをもって一旦この特集は幕を閉じましたが、2005年に単発で復活しています。1963年から1990年まで毎日放送をはじめ、国内の地上テレビ各局で放映されたドキュメンタリー番組、野生の王国、世界各地の動物の生態系について映像とナレーション、専門家の解説を交えて紹介していました。全線50回放送。ファミコンのカセットをダビングする商品が雑誌広告に載るおおらかな時代。僕の子供も愛用。って、それ、今なら絶対大炎上するやつです。近所の本屋だと顔バレしてしまうため、エッチな本は隣町まで買いに行きます。かつて町のあちこちにあった個人経営の本屋さんは、本当に数が減ってしまいました。懐かしいタイプの飲料自販機。このタイプはもう絶滅しましたね。1970年、光化学スモッグの恐怖に対する噂。目に見えない未知の状況に国民は戸惑い困惑しました。当時は光化学スモッグの被害を口実に授業をサボり、保健室に逃げる児童が続出したものです。毎年、
春夏休みになると必ずやっていた東映漫画祭り。テレビでは見られない怪人大軍団や二大ヒーローの共演は夢のようでした。学校でも割引券を夏休み前などに配布していましたね。20代をターゲットに開発され、1987年に発売したグリコキッスミント。当時珍しかった薄型のケースが特徴でヒット商品になりました。現在はもう生産を終了しています。見ろ、人がゴミのようだ。お盆の時期だともう、超絶な混み具合なサマーランド。芋洗い状態のプールに、泳ぎに行く、というよりは浸かりに行った思い出。昭和時代には魚釣りはキッズにとって欠かせない遊びでした。釣りの勉強はこの本でやった、という人も少なくないのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。あなたの昭和の思い出は見つかりましたか。少しでもお楽しみいただけたら幸いです。またこのシリーズでお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。